外国語大学名古屋学芸大学キャンパスインビテーションラディオ、名古屋外国語大学名古屋学芸大学キャンパスインビテーションラディオ。さあ、ここからは名古屋外国語大学や名古屋学芸大学の在学生卒業生を迎えし、全力で応援していく5分間です。今日は名古屋学芸大学管理栄養学科3年生山田聡真さんお迎えしております。山田さん、今日はよろしくお願いいたします。お願いします。鍛えてますね。ありがとうございます。いい方、かっこいいです。ありがとうございます。じゃあ早速山田さんにお話伺っていきたいんですが、はい、山田さんが名古屋学芸大学への進学を決めた理由からまずは教えてください。はい、県内トップレベルの管理栄養士国家試験の合格率と実績を持っていたのと、うん、有名企業への内定実績がすごい高かったのと、うん、医療分野にとても力を入れていたので、うん、興味を持って入学を決めました、うんうん、なるほど。実際にオープンキャンパスとかも行かれたんですか？はい、高校3年生の時にオープンキャンパスに参加させていただいて、うん、その時の雰囲気がとても良かったので、うん、大事な理由ですよね。自分がやっぱり通う学校だって思うと、そういう雰囲気とかは大事ですよね。先輩たちがとても優しくしてくれて、うん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 、体験授業とかもあったんですけど、うんうん、それがすごい楽しくて、わー、まあ、ここで勉強したいなと思って入学を決めました、うん、なるほど。実際に入学されて、はい、大学の面白い授業とかあったらぜひ教えてください。面白い授業は2年の後期にやった応用栄養学2っていう授業と、うん、応用栄養学2、はい、あとは今やってる医療福祉実習っていう授業がとても面白かったです、うん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 、お、面白いというのは、医療福祉実習が、と高齢者になりきっていろんな装備をつけて見たりとか、なるほど、実際に自分で体験するんですね。その座学だけじゃなくって、なんか視力、うん、アイマスクして、うんうんうん、と視覚障害の人の体験したりとか、うん、重りつけて、うわ、本当におじいちゃんみたいな格好で過ごしてみたりとか、うん、そういうことをやりました。そっか、体を使って、そうですね、いろんなことをまた学んでいくっていう授業なんですね。はい、なるほど。じゃあこれから頑張ろうと思っていることもぜひ教えてください。はい、と今トレーニングをしているので、うん、来年のフィジークっていうボディメイクコンテストに向けて、うん、と頑張りたいと思います。うわー、すごい。そっか、普段の学校以外でもそうやって頑張ってることがあるって素敵ですね、はい、そうですね、結構頑張ってます。え、もともとお好きだったんですか、はい、そうやって体を鍛えることとかっていうのは。高校の時に部活がラグビー部で、うん、で引退してなんか寂しいなと思って、うん、大学生になってもトレーニング続けてたら、うん、すごいハマっちゃって、もうこれは出るしかないなと思って。うわー、すごい。でもそれこそ栄養学も学んでるから、自分の食事の管理とかも自分自身でやってるっていう感じですか？そうですね、自分が大学で習って気になったこととか、うん、本当かなって思ったことを自分の体で実験してみたりとか、うんうんうん、うわー、すごいつながってるんだ。そうですね、結構授業で学んだことが実際に生きててって、あ、いいですね、感じはします。ただただこう趣味でやってるとかじゃなくて、ね、学んでることも活用できて、はい、まあ、素敵ですね。ありがとうございます。じゃあ最後、僕のこれっていうの何かありますか？はい、最近大学の授業で配布された虎の巻っていう、おう、これミニ冊子なんですけど、はいはいはい、これに献立を作成する時のポイントだったりが、と簡単に分かりやすくまとめられてるので。そんな冊子が配られてるんですか、虎の巻？あ、ほんとだ。焼き物、揚げ物、煮物とかいろいろと。そうなんです。へえ、細かく書いてある。どんだけ塩分使うと美味しくできるよってのが、あ、じゃあお料理も結構されるんですね。そうですね、結構趣味でもやりますし、それこそさっきのコンテストにもつながってくるんですけど、減量とかが必要になってきて、あ、そっか、そういう栄養計算とかも自分でやるので、すごい。授業で配られてるもの以外のこうやってもらえるものとかも、そうですね、いろいろ見ながら自分の本当に好奇心が向く方向に進んでるのは楽しそうでいいですね。そうですね、とても充実してますね。わ、これからの山田さんにも期待してます。 ありがとうございます。はい、今日はお話たくさんありがとうございました。ありがとうございました。名古屋外国語大学名古屋学芸大学キャンパスインビテーションラディオ、今日は名古屋学芸大学管理栄養学科3年山田聡真さんにお話を伺いました。山田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。
さあここで名古屋学芸大学からのお知らせです。名古屋学芸大学は先進性とプロ志向の学びを追求、栄養、看護、子どもに関する学び、資格から映像やデザイン、ファッションまで、それぞれの専門分野で活躍できる力を身につけます。すべての学科が社会に直結するため、これからの日本、世界を担う人材を育成。4年後、なりたいは現実に。名古屋学芸大学についてもっと知りたいあなたは受験生サイトへ。